で注目を集める戦国武将徳川家康。その家康ゆかりの品が今各地で話題となっています。中でも先週土曜日から三井記念美術館で公開されているのがこの金色の甲冑。これは大河ドラマどうする家康の中で松本潤さん演じる若き日の家康が身につけていた金ダミ具足。金箔で装飾された実物を間近で見ることができるんです。そんな話題の展覧会から書き取れ。教科書に載る有名な合戦が描かれたこの屏風、織田信長、徳川家康の連合軍が武田勝頼率いる騎馬隊を破った戦いです。さあ、この合戦の名前を漢字で正しくお書きください。これぐらいの努力したか。花の散りゆく様子と年老いていく自分自身を背
されています。そこで問題。弘前公園で見ることができるこちらの花絶景、お堀の水面に散った花